でもなんか私さ、これふと思ったんだけど、この前、なんか B1 ってさ、なんか地球の環境浄化じゃん。地球環境浄化って言うけどさ、なんか地球のことなんか思いませんとか言って言う、私これどっかに書いた気がする。なんか言うパターンもあるんだよ。でもね、それってね、なんか地球と私を分離してるんだってことに気づいたの。あ、待てよと思って。地球の環境が浄化されますようにっていうふうに祈るときとか、なんかそういう意識を乗せるときに、その地球の中に私っていう存在もちゃんと入ってたらもう完璧なんだって思ったの、この前。意味わかる？意味わかる？意味わかる？地球っていうもの、存在、その生命のイコール、その中に私っていう存在もいるんだから、そこを常にイコールにしておけば、なんだ、その自分も地球も浄化されていくよねって思ったのよ。だから地球のことなんてそんな大きな規模考えられませんとかってなるじゃん、なったの私も。やっぱすげえじゃんみたいな、大きなことそんな、なんかちょっと私そこまで構ってられませんみたいなさ、自分のことでいっぱいいっぱいですみたいな感じにもうなるんだよ。なるんだけれども、それってなんか分離が起きてるんだよね。だけど地球の中に私もいるから、で私が浄化されるイコール地球が浄化される、地球が浄化されるイコール私が浄化されるって同じものとして捉えた時に、大きな思いを持った方が大きなものが返ってくるに決まってんじゃん。大きな思いを持った方が大きな思いっていうか、恩恵？日本語わかんない。恩恵？教えて。そう。あ、そうでしょ？確かにその通りって言ってくれた。そうなのよ。だからなんか、そう、出したエネルギーが返ってくるってこの世の法則じゃん。出したエネルギーが返ってくる。だからその地球の環境を浄化しますよって、地球のことだけじゃダメなのよ。地球の中にちゃんと自分とか家族とか友達とかお客さんとかみんなを入れた中で浄化をするっていうのは、本当に莫大なやっぱパワーというか、ものが返ってきたりとか、そのなんか返ってくることが素晴らしいっていうわけじゃなくてね、なんていうの、そこをまたこの、なんていうの、目的としたらその意図がずれてしまうからね、おかしくなるけれども、その地球の中に自分も家族もパートナーもお客さんも近所の人もとか言って全部をひっくるめていったら、あ、地球を浄化するってとんでもない、この丸く包まれた中に全員がいるって思えたら、あ、私も浄化されてるんだって思うばない？思うでしょ？とか言って そうなのよ。ね、本当になんか、あ、ここで分離が起きてたんだっていうことにもね、ちょっと前に気づいたんだよね。なんか、ワンネスじゃないじゃん、これ、みたいな。だから宇宙にこの願いを放つとか、宇宙に貢献する、規模が大きければ大きいほど、その中に私というものも存在している。だなっていうふうに、ただ世界平和願ってもそう。世界平和を願えば、その世界の中には私も存在してるじゃん。だから世界、大きい目線で願うことによって、その中に存在している私とか私の家族とかも全部ひっくるめて、浄化だったり平和だったり、豊かさだったりっていうのが返ってくる、願うことができて、そしてそのね、なんかありがとうっていう思いできっと何かがこう素晴らしいことが起きたりとか、奇跡が起きたりとかっていうのがみんな起きてくんだなって思った。本当なんか分離してたなって
なんか最近さ、ずっと調和調和って考えてるからかもしんないけど、ね、そしてなんかこの水入れをするとき、ね、あ、こうやって私はどんどん綺麗になってくんだっていう思いとか、あ、地球がどんどん綺麗になってくんだっていう思いの中には、私が綺麗になっていくこととか、家族が綺麗になっていくこととかも全部含まれているっていう、地球がどんどん豊かになっていくんだっていうのは、私が豊かになっていくのとか、周りの人が豊かになっていくのとか全部含まれているっていう、なんか思いがそもそもどこにあるか、思いの意図がやっぱ違ければ結果は違ってしまうんだなっていうのを感じたから、うん、